朝袋は、ジュートなどの朝の繊維を編んで作る袋。俗に、ドンゴロス南京袋とも呼ばれる。またいと読まれることもある。朝袋郵便社内部の、有袋置き場をたる交通記念館にて大型の丈夫な、布袋という性質を生かし、古くから、穀物、農産物や、郵便物を入れたり、土の作りの資材などに使われてきた。朝袋は丈夫で、 水分を含んだ重いものを入れることができ、摩擦にも強いため、荷物輸送のような反復仕様に用いたり、中古の麻袋を別の容器に転用する再利用の、ほか、袋ではなく厚みのある干渉剤としての機能を生かし、建築工事において、資材の養生用のクッション代わりに使う事例もしばしば見られる。原料の麻布は丈夫なため、古くから使われてきたが、材質の改良により、 クラフト紙袋やポリエチレン製のクロス袋などに取って代わられつつある。英語では合成繊維製でもガンニーザックと呼ばれる。郵便物を入れるための袋は優袋というが綿のものもある。別名のドンゴロスは粗い綿布を指す英語のダンガリーからの添加と言われる。日本国外で農業用に使う麻袋は およそ100ポンドか50キログラム程度の農作物を詰められるようにしていることが多い。日本では労働安全衛生法で重量物作業の取り扱い重量の限度が定められているため成人男子が一人で持つことが可能とされる重さの総重量である30キログラム未満にしていることが多い。ありがとうございます。